解放島ピョンヤン市内の一解放島は、朝鮮民主主義人民共和国のピョンヤン市にある記念建築物。解放島に花輪を捧げるロシアのウラジーミルプーチン大統領解放島は、1945年8月15日に日本の敗戦により、朝鮮半島の38度線の北部をソ連軍が解放したことを記念して、1946年8月15日に、 平壌市のボタン法の南陸に混流された。祖国解放40周年の1985年8月に改築された。解放党は、祖長親善の象徴として、現在でも定期的に中北朝鮮ロシア大使館員は、朝鮮解放の戦闘で戦死したソ連軍の軍人を追悼して解放党に花輪を献じている。このほか平壌市区域にある、 ソ連軍烈士の墓にも花と花束を献じている。北朝鮮では1960年代以降に近日清の個人崇拝が強化され、朝鮮半島の38度線の北部はソ連軍ではなく近日清将軍が率いる朝鮮人民革命軍によって解放されたと放送、書籍などのメディアで宣伝されるようになり、歴史を歪曲してきた。結果、 北朝鮮の政治と矛盾し、退路関係上撤去するわけにもいかない、解放党は当局にとって厄介な存在となり、現在の北朝鮮のメディアではほとんど取り上げられなくなっている。ありがとうございます。